この1から6をですね、サッカーにおいて、まあざっくり説明しますと、まあ僕の中で1、このね、1が出たら負けっていう状況、これはですね、僕、運だと思いますね。1が出たら運が悪いから負けたと。審判の判定ミスだったり、ね、まあ重要な選手の怪我だったりですとか、あとはですね、チャンピオンズリーグの決勝、中立地開催で一発勝負なのに、その中立地が相手の、こう、ホームスタジアムだったっていう風になりましたら、それだけね、まあ環境とか相手に有利になりますから、こういったね、自分ではどうしようもできない、ね、自分がいくら頑張ろうと、ね、勝つ要素にできないものっていうのを運っていう風に割り振りたいと思います。で、それ以外の部分ですね。例えば2が出たら準備対策ができていなかったから負けた。ね、戦術の構築だったり、相手の分析だったり、それを練習に落とし込む。そういったことをできてないから負けたっていうのが2の要素。でもこの2に関しては自分たちで準備ができますね。そして3、修正力がなかったから負けた。これはですね、コーチングだったり、ね、お前あそこ動けとか、もっと高い位置取れとかね、ベンチワークであの選手出したら、今こういった状況だから流れ変わるみたいな。そういったところをですね、観察して、また他のスタッフなどからの情報を得て、すぐに、こう、ベンチでね、対策を打って動き出すとか、ピッチ上の選手にそういったね、修正、またすぐに対策を打てる選手を置いておくとか、そういったところが3ですね。これもそういった選手を、まあ、育成したりですとか、スタッフを育成したり、自分自身の目を養うことによってできる要素だと思います。そして4、戦略が間違えていたから負けた。まあ、補強だったり、長期的なチーム作り。わかりやすい例で言うと、ね、一つの芯がチームにないんで、いろんなスタイルの監督を呼んできて、それによってね、この使える選手が、その都度変わってしまいますので、このチーム強化に一貫性がなくなって、チームがね、こう段階的にこう強くなっていかない、監督が変わるごとにリセットしているようなチーム、そういったチームはなかなか勝てませんよね。そして5の目は心身ともに整っていないから負けた。まあ走れる状態じゃないとかですね、そういったコンディショニングがですね、こうメディカルとの連携が取れてなかったりとか、単純なね、そこの能力不足で整ってないとか、あと精神的なもの、監督の発言一つで選手がやる気なくしてしまったりですとか、もしかしたら家族の問題とかね、朝彼女と喧嘩してきたから、もう試合で全然やる気出ないみたいな、そういったこともありますんで、ちょっと運の要素もあるかもしれませんが、そういったね、戦える状態に保っておくっていうのがだいぶ重要な要素です。ここが大事なのは、あまりね、派手なニュースじゃないんで話題にはならないですけれども、ね、名将たちがですね、コンディショニングのところを気を使った発言っていうのが方々で出るところで、このね、5の目っていうのを重要なの皆さんに、お伝えできたと思います。で、6つ目、戦力が足りないから負けた。まあ、これに関してはね、補強だったりですとか、そういったところの戦力の確保ですね、こう、チームのね、重要な選手の契約を延長するとか、こういったところは、まあ、お金が重要になりますし、チームのブランディングだったり、あとはね、育成をちゃんと充実させることによって、そういった選手を育てられるかとか、ね、スタッフに投資してですね、育てる人を、育てるみたいな、そういったことができるかとか、こういったところをできるかどうかによってですね、現有戦力をちゃんとね、こう確保しておいて、重要な戦いでですね、それを投入することができると。いい作戦、いい戦術、いい戦略があるけど、兵隊がいませんっていう風になりましたら戦いに行けませんので、なのでこういったところ、特にですね、最後に挙げた456、戦略だったりですとか、コンディションだったりとかですね、あとは戦力を整える補強面、これは監督だけではできませんので、チームが一枚岩になるスポーツエクターだったりですとか、オーナーだったりとか、そういったね、全部の力が必要になります。なのでこういったね、1から6までの目をですね、どんどん上げていきましたけれども、この中で、努力だったり自分たちの頑張りで何ともできないもの、人間じゃ何ともできないところっていうのが、この1の運の要素になるわけなんですね。なんでこの1の運の要素で負けることは分かりつつも、2から6の要素で負ける確率っていうのは排除していくっていうのが、名将がやっていることなんです。なのでね、2から6完璧にしても、さっき言ったね、最初に言った相手がいる競技ですので、相手が2から6完璧にしてきたら、その時はまたですね、1の目が出るのが多くなるっていうのがですね、サッカーの悲しいところでもあり、面白いところでもあるわけなんです。そしてこの過程をですね、全部度外視した理論っていうのが、もう結局は運だからっていう、このね、1とそれ以外っていう考え方、つまりですね、ベイズ主義のその知らない側の人たちっていうのがですね、勝負は時の運っていう風にですね、全部をまあ大まかに言ってしまうって言いますか、勝負は時の運っていうのは、こう使い方で、このね、勝負は時の運の要素があるかもしれないけれども、運に頼らないところを高めることはできるよねと。ただそんなことをね、いちいち言うとちょっとカリスマ感が薄れるっていうところもありますので、結構ね、カリスマは極論言いたがるっていうところがありますので、僕の場合カリスマじゃないので、こうね、一個一個ですね、こう解きほぐして、勝負は時の運だけど、運に頼らないところで頑張ってる人たちが名将だよね。それがサイコロでこの2から6の目が出た時にですね、負けるっていう要素はなく、つまりですね、2から6が出た時には勝つ、ただ1が出た時には負けちゃう、その状況を受け入れてるのが名将だっていうのをですね、今回気づいたので伝えさせていただきました。なのでですね、2から6をですね、頑張ってる監督たち、その監督たちだったりですとか、そのチームの責任者が1の要素で負けちゃった時、そういった時にですね、サポーターがまた頑張ってくれよっていう風に言うことがですね、非常に大事だと思います。
よ。